若桜鬼ヶ城から望む若狭町若狭町は鳥取県八津群に属する町。鳥取県の南東端に位置し、兵庫県や岡山県と接している。町域には産地が多く、観光業が主産業である。兵庫県との県境にある氷の山は、夏は登山客、冬はスキー客が集まる。町全体が豪雪地帯となっている。 若狭という名称はいくつかの小説があるが、平安時代に作成された和名類受賞に若狭号として記載されたのが最初と言われている。若狭という名称の由来としては、日本初期及び古事記の李中天皇の皇に、伊波霊若狭宮に奉仕した若狭部にちなむというのが最も有力な説と言われている。若狭部は平安時代の天皇直属の天皇を支える集団で、 その、若サブがこの地に居住したことから、地名として定着したものと考えられている。古くから林業が盛んで、昭和初期に付設された鉄道も、旅客のほか、杉丸太の輸送も主眼に置かれていた。戦後、外在の輸入に押されて林業が社用化すると、1960年代には1万人近く、いた人口は1970年代に7000人へ、激減。町は、 氷の山への観光にも乗り出すなど、産業の多角化に着手した。若狭駅市街局番は0858となっている。ただし、天気予報は0857から177である。郵便番号は以下の通りとなっている。ありがとうございます。